どうもこの動画ではペラトール295の感想を話していこうかなと思います。いや本当ならね、この工業では、俺たちの堀口教授の試合もあったんですけど、まあ相手のね、レイボーグが体重超過しまくって、試合が流れてしまってね。まあその話からするか。まあでもね、各試合の感想だけ聞きたい方はね、目次貼っとくんで、まあそっからね、うん、飛んでくださいってことで、まずはね、 まあ堀口教授の行われなかった試合についてね、まあ、話していこうかなって感じで、もともとね、フライ級のまあ125ポンドでのまあ試合だったと思うんですけど、56.7キロ契約か。で、でもね、試合の1週間ぐらい前ですかね、キャッチウェイトにしてくれって、レイボーグがまあ言い出したらしくて、で、堀口教授は OK して、で、1回130ポンドになったんですよね。それが多分試合の1週間前とかで。 130ポンドなんで、59キロぐらいですかね。60キロはないと。で、そこからさらに時を経て、試合の前日計量日ぐらいなんですかね。まあ、バンタムの135ポンドはどうだってね。またレイボーグが言い出して。で、それもね、堀口教授は OK したらしいんですよね。135ポンドなんで、まあ、61.2キロか。なんだかもともとの56.7キロから、まるまる1階級分。まあ、重くなったんですけど。 まあそれでもええよって堀口は言って。まあ、でも結局ね、軽量の時にレイボーグ137ポンドあったらしくて、62キロぐらいですわな。そんぐらいあって。でね、もともと1週間ぐらいまでは堀口教授は125ポンドで調整してたわけですよね。まあでも試合の前日に相手は137ポンドで現れた。12ポンド差ですわ。だから6キロぐらいか。6、7キロぐらい。もうやばいっしょ。 っていうことで、まあ、試合結局流れてしまって、まじふざけんなよって感じではありますよね。で、その後はね、怒との動きでしたよね。レイボーグ、ベラトールからまあリリースされて、そして本人は引退宣言までするっていうね。どういうことやねんってね。情報がもう最初から多すぎるわっていうね。まあ、レイボーがね、u s c を離れるときとかも確か、一回ね、引退詐欺やっとるんですよね。僕は引退しますって一回言ってて、でもまた復帰してきとるわけなんで。 おそらく今回もね、それと一緒でしょうね。またほとぼりが下げたら、アメリカのどっかのローカル団体で復帰してきよるんじゃないですかね。言うと、まだ30なるかならないかぐらいなんで、まだもう一花咲かせられる年齢では全然あると思うんでね。まあでもね、ちょ堀口教授の貴重な一試合、潰しやがってね、本当に。で、今回改めてまあ思ってしまうんですけど、まあ、やっぱり堀口教授は UFC で見たいよね。だって、レイボークも、 ここ最近ずっとバンタム級で試合やっててでバンタムの試合でも軽量オーバーするぐらいのやつなんですよでそんなやつをね、まあ、フライ級でオファーかけて、まあ、本人曰くね下げれるって言ったんでしょうけどまあでも下げれないだろうとそれはさすがにまあ団体側の責任もねあることあると思うんですよねうんレイボーグだって最近バンタムばっかやってるし、まあ、軽量オーバーもしてるしでそこのリスクヘッジというかねやっぱちゃんと考えとかないといけないよねっていう まあ、ベラトルの団体としての責任も、まあ、多少はあると思うんですよね、やっぱり。っていうのを考えてみて、でもそうせざるを得ないぐらいね、やっぱ堀口教授に見合う相手、フライ級で見つけるのって難しいと思うんですよね。ベラトルも本当はちゃんとフライ級の選手見つけたかったと思うんですけど、まあ、それでもいないってなって、多分レイボーグになったと思うんですよね。レベル的にもまあいいじゃないですか、レイボーグ。元 USC の上位ランカーで、デメトリアス・ジョンソンとも戦ったことがあって、でも、まあ、戦績も別に悪くないんで、いい選手。 でではあるんですよ間違いなくただでも、今の堀口教授にじゃあ見合う相手をフライ級で用意するのって相当至難の技だと思うんですよね。UFC でもね、そうそういないっすよ。堀口教授レベルの選手なんて。本当にもうチャンピオンクラスしかいないと思うんですよね。だってここで堀口教授対誰だ誰だったらいいんだろうな。ブランドン・ロイバレとか言われても、ネームバリューが全然堀口教授の方が上だしってなるじゃないですか。そういう上位ランカーだとしても。 あモレノとかフィゲイレードとかパントージャーとかもうそこら辺しかいないじゃないですか、ブッジャケ。まあ、マネルケープもね、まあ、結構前ですけど、普通にフィニッシュして倒してるんでね。って考えると、もうベラトールはもちろん、ライジンでも、見つけんのって無理だと思うんすよね、フライ級では。で、ライジンの中だと、まあ、よくドットソンと新流の名前が上がるんすかね。まあ、ドットソンの名前上がりますけど、ドットソンって UFC リリースされた後に、アメリカのローカル団体で、レイボーグが 普通に勝った相手にも、うん、判定で思いっきり負けてますからね。しかも相手そんな強くない選手だし、まあ、バンタムでやってたんであれですけど、でもね、どう考えてもまあドットソン、そもそもピーク、思いっきり過ぎてるし。で、新龍もな、まあ、別に私、新龍誠のキャラ含め、まあ、あぐらい生意気な感じ、むしろ結構好きなんすよね。まあ、平本蓮とかも生意気ですけど、結構好きなんすよ、ああいう感じのキャラ。 まる、あ、鶴れ麗もそうですけど、まあ、20代前半ぐらいの選手なんて、まあ、んぐらい生意気の方がいいかなって見てて思うんですよね。でも、新竜誠の評価、なんか北方大地を圧倒したぐらいでちょ、上がりすぎじゃないかってちょっと思ってて。まあ、北方大地が強いのって、あくまでストロー級での話で。だって去年までね、ストロー級でほぼ戦ってきた選手ですよ。まあ、来陣の時はフライ級でやってますけど、まあ、それでもね、そんなフィニッシュして勝ったりとかしてるわけでもないですし。 しかも結局去年の最後のストロー級でのタイトルマッチでも負けてるし。なんかだから今の新竜選手を見てると、なんかこの異常な持ち上げられ方がね、すごい怖いんですけどね。あんま等身大の評価じゃないなというか。なんか朝倉未来をね、一時なんか、世界レベルの選手だみたいな風になんか思ってる人が多かった。なんかその時期ぐらいのなんか、あの謎の幻想の抱き具合。それと同じなんか異常性を感じてちょっと怖いんですけどね。ここでだって新竜がね、 ポコって負けたたりしたら一気に評価落ちると思うんですよねいやそうじゃないからっていうねもともとさすがにまだなんかなんでしょう世界トップレベルとかいうようなレベルでは全然ないはずなんで日本の中だともちろん屈指の強さではありますけどだからねなんかその評価のされ方がすごい見ていて怖いんですよね、まあ、幻想を抱くのは自由なんですけどすぐ手のひら返ししないであげてねってねちょっとね格闘技好きすぎるがゆえにちょっと思うんですけどね まあ少なくともね、私、新竜選手がディープ王者になってからの試合は全部見てますけど、どこをどう見たらね、ちょっと堀口教授に勝てると思えるんだろうっていう気が正直あって、事、ま、務、あ、経営をしてて、ちょっと期間が空いた、2021年からの5試合か。福田竜也、藤田大和、所秀夫、ディエゴ・パイバー、で、北方大地か。正直、新竜誠はね、大木久保選手にも負けるんじゃないかなと思うんですけどね。そんな、ね、強いんですかね。 っていうかもう、新竜なんてどうでもいいから UFC 行ってほしいな、堀口教授。頼むわ。もちろんね、別に堀口対新竜が組まれてもいいとは思うんですけど、でもね、堀口対新竜組むぐらいならもう堀口には UFC 行ってほしいなって思いますけどね、そっちの世界の方が私はみたいですけどね、っていうね、これ完全に私の意見なんでね、どうこう言われても困るんですけど、またそう思うんですよね。 まあ堀内教授はね、ファイトマネーすごい高いと思うんで、まあ、UFC の提示額がベラトールより上がるってことはなかなか考えづらいですし、それがいけない最大の障壁ではあると思うんですけどね、まあ、これ会社で例えるとわかりやすいですよね。まあ、UFC って要は一番でかい企業じゃないですか、その格闘技の世界でいうとまあ一番でかいっていうことで、ではものすごい規模の,その大企業で500万円ぐらいの給料で、まあ、しかもワンオブゼムみたいな。 要はオンリーワンみたいな扱いにならないかもしれないそこに飛び込んでまた上を目指すかそれとも今ねベラドルとかライジンっていうまあベンチャー企業で役員クラスのまあ報酬というか待遇でしかも年収は2000万だみたいなそういう感じでしかもそのベンチャー企業には恩義も感じてるしそして自分を必要ともしてくれるっていうそういう環境であるわけですよそこで果たしてじゃあね UFC っていう給料下がる大企業に行けるかっていうと 厳しいっすよねしかもその USC の中でもフライ級って考えるとこれ大企業でまた当てはめるとその大企業の部署でも全然花形じゃない部署に行くみたいなもんですよまあ行けないっすよねそう考えるとまあ、堀口教授自身というよりも周りが操作してくれないっていうのが本音かなとは思いますけどね、うん、やっぱりね、まあ、そのジムの中でも堀口教授のまあファイトマネーの多分何パーセントかが、まあ、ジムに還元するっていう仕組みじゃないですか そう考えるとファイトマネーが下がるのって簡単には許容されないと思うんですよね。でまあ彼には家族、まあ、周りの支えもいろいろある中でこのまあマネージャーとかどういう仕組みになってるのかわかんないですけど、まあ、でもねその彼の、まあ、ファイトに際してお金が入ってくる人彼自身以外にも何かいるはずなんで、まあ、そう考えると難しいですよね。だからこれはね、まあ、堀内恭司選手のまあ選択ではありますけど。 まあでも2010年代後半からまあ今に至るまで日本の格闘技をね照らした、まあ、数少ない光の一つなんで、まあ、正真正銘のね世界一を取ってほしいなってねまあ思ってしまうなっていう、まあ、ただの何、ね、一人の格闘技オタクのね願望ですわっていうことでねまあでも今回試合流れたんでねもしかしたらまあバーサス新竜誠早い段階で組まれるかもしれないですねベラドールでやっぱ相手見つけるのって難しいと思うんですよね 中途半端なやつとやるぐらいだったら、まあ確かにね、新龍誠とか、ドッドソンの方が強いと思うんで、うん、だからその点に関してはまあありかなとは思いますね。っていうね、まあなんぼほど喋んねんって感じですけど、まあ各試合についてね、話していきましょうか。で、まず一つ目が、アレクセイ・シュルケビッチ、VS、キクイリ・マセユキ。これはね、まあ日本のウェルター級のまあ期待の星というか、うん、いい選手のね、キクイリ・マセユキ選手のベラトールデビュー戦ってことで。 いやー、素晴らしい試合でしたね、これは。一ラウンド目からね、キクイリ選手、キレがすごい良くて、カーフキックと、あとね、左構えにしての三日月蹴りか、序盤からすごいいい感じで、ただ相手のパンチ、結構重くてね、怖かったっすね。確か勝敗予想動画でも事前に言った気がするんすけど、相手パンチ上手いって話はね、なんかしていた気がするんすけど、やっぱね、強かったっすね、相手のパンチ。 特に右ストレートがノーモーション気味で、あれが結構タイミング合ってて怖かったですね。一方、キクイリ選手の方はあんまパンチの距離、序盤から中盤にかけては合ってないようなした気がしたんですよね。ただ、でもその中で、キクイリ選手も蹴りというよりかは徐々にパンチの距離になって、パンチの工作が増えていって、その中で一回、キクイリ選手の右の、ま、ストレート系のパンチからの左フックかな。それがテンプルに入って、シュルケビッチラウンド。で、その後キクイリ選手はね、 一気にまとめようとするんですけど、組んでごまかされて、で、組んでる間にね、結構回復されちゃいましたよね。で、組み際、まあ、離れ際のね、近距離の肘とかアッパーとかフックで、逆に効かされて、結構危なかったっすよね、最後らへんの、1ラウンドの最後らへん。だいぶね、当たられてたんで、まあでもね、キクイリ選手が先にダウン取ったんで、1ラウンド目はまあ、キクイリ選手かなってところで、で、2ラウンド入って、2ラウンド目からね、キクイリ選手、ジャブをね、増やしたかなって思いましたね。 で、シュルケベッチの方は相変わらずパンチの距離があってて怖かったっすね飛び込みのパンチとかで効かされるシーンもあったりしてまあでもお互い良かったっすけどねキクイリ選手の方はジャブとあとローキック三日月蹴りとか結構散らせていてでもその中でね徐々に蹴りが減っちゃっててでもね後半になったらまたね蹴り増やしだしてね蹴り思い出したんでしょうねで結構三日月蹴りがバンバン入ってシュルケベッチ下がってくれてでその中で最後は 右ストレートですかね。左ポンポンってやってからの右か。うん、あれ完璧に捉えて、KO と、キクイリ選手の2ラウンド KO 勝ち。いや、素晴らしい試合だったな。結構危なかったですし、割と一進一退の攻防ではあったかなと思ったんですけど、まあでも、キクイリ選手はね、蹴りをうまく使えてて、それで距離を取れたんで、最後はね、いい攻撃でしたよね。リーチも結構長いのかな。パンチだいぶ伸びましたよね、最後。まあ、シュルケビッチがね、あんまり大きい選手じゃなかったんで、 その体格差で優位に立てた試合でしたけど、まあ、今後ね自分よりでかいやつとか同じぐらいの体格になった時にねちょどうなるのかまたちょっと怖えなってのはありますけど、まあとねデビュー戦を KO でフィニッシュしたんで今後チャンスをまたもらえると思うんでね楽しみですねで続きましてアーロン・ピコ VS ジェームス・コンサレスあちなみにね今回の興行の中でちょ自分が気になった試合だけ話してるんで、はい、そこはねご了承ください で、この試合はね、アーロン・ピコ、まあ、序盤から前に出てて、やっぱボディ打ちがめちゃめちゃうまいっすね。ピコといえば、ボクシングとレスリングっていう感じなんで、うん、それがね、まあ、存分に出た試合というか、まあ、1ラウンド目からね、結構出力が高い気がしたんで、後半、バテへんのかなと思ったんですけど、大丈夫でしたね。まあ、2、3ラウンドも、基本、ピコがずっと圧力かけてで、2ラウンド目からね、組も混ぜてましたよね。テイクダウン取って。 でパウンドをちょっと打って、でもすぐ立たしてみたいな。なんですぐ立たすのって思いましたけどね。グラウンドでボカボコに殴ればいいやんと思うんですけど、毎回立たしてましたよね。で、立たしてね、まだ寝かすっていうね。どないやねんっていう。なんかそんなね、試合の作り方でしたね。サンラウンドも本当に同じような展開で、まだ、あ、ゴンサレスもね、最後の方かなりバテてきてて、ボディずっと食らってるんで、ガードが徐々に下がって、アッパーとかももらい出してましたよね。まあでもタフな男でしたよね、ゴンサレス。 ま,あそのまままそのね、なんとか耐えきって、ま、だ最終的にはアーロン・ピコの判定勝ち全ラウンドを取ったんじゃないですかね完勝ではありましたねでピコさんはねやっぱりベラトーンの中でもやっぱ打ち出していきたい期待の星だとは思うんで今後どうするんすかねでフェザー級王者のねパトリシオがまあ、バンタムに行っちゃったんでベルト持った状態で,で今後またね、えー、前にね肩脱臼して負けちゃった相手何だったっけ ケネディだっったっけなジェイミー・ケネディか、うん、ジェイミー・ケネディとの試合でピコはね前肩脱臼してね負傷、まあ、で負けちゃったんで、まあ、そいつともう一回やるのか、まあ、やるんでしょうね多分、うん、それとやって、まあ、次期挑戦者決定戦みたいな感じになると思うんで、まあ、今後また楽しみですねで次これがセミになるのかなイリマレイ・マクファーレン VS 渡辺かな この試合はね、まあ、ちょっとね、腹立つジャッジではありましたけども、振り返っていきましょうか。1ラウンド目からね、渡辺さんが結構圧をかける展開で、ただ相変わらずね、ちょっと打撃のもらい方が悪いっていうね、組んでほしい、組んでほしいってね、ずっと見ながら思ってましたね。渡辺選手もね、やっぱ打撃の練習をすごい積んできたっていうね、まあ、そういうインタビューもありましたし、矢口トレーナーでしたっけ、まあ、K1 選手もね、すごい見てきた。 まメ、あ、イトレーナーだと思うんですけど、彼からね、いろいろ教わってるんで、ま大、あ、気である程度やりたかったんでしょうけど、まあ、でもやっぱりね、打ち合いの中で頭があんまり動かないんで、しかもその場でね、止まっちゃうんでね、相手になパンチで攻め込まれたときに、結構足が止まってるなと思っていて、危なかったっすよね。あ,あでもね、大気で距離が近づくと、渡辺選手はね、組んでいけるんで、組んだらね、やっぱ盤石でしたね、組んでって、相手をケージに押し付けて、で、テイクダウン取ってみたいな。 スクランブルの展開になるんですけどでも基本やっぱ上になれますよねフィジカルが強い渡辺さんはそれに尽きるでもねスタンドの展開だとちょっとマクファーレンの右のパンチがねえぐいほど入っててめっちゃ入ってましたよね右のパンチなんか56発ぐらいねなんか全部クリーンヒットしてた気がするんですけどね渡辺さんもねなかなかタフな女なんで耐えてましたけど打たれ弱い子だったらねすぐダウンしちゃってるぐらい結構もろにね入ってるように見えましたね で、最後の方もね、組でいいシーン作ったんですけど、まあ、時間足りずってことで、まあ、1ラウンド目はね、マクハーレンかなと思いましたね。で、2ラウンド。このラウンドはね、素晴らしい戦いぶりでしたね。もう序盤からね、すぐに組んでいって、足かけて、クリーンテイクダウンも取って、上取って、パウンド落としたりとかね。うん、素晴らしいラウンドでしたね。まあ、終始、コントロールして、まあ、んまフィニッシュに繋がりそうな動きはなかったですけど、まあ、でもね、渡辺さんのラウンド7ところで、2ラウンド目は、 渡辺さんで3ラウンド目このラウンドもねいきなり渡辺選手組んでいきましたよねで結構相手もね対応してくるんですけど持ち前の柔道技とフィジカルの強さこれで上取ってでもね抑えきれずに、まあ、ちょいちょいスタンドの攻防戻ってたまにね、まあ、パンチ被弾したりもしたんですけどでも結局組でテイクダウン取ったりしてでそのままお互いね、まあ、組んだ状態で近い距離でコツコツね殴り合って。 渡辺選手もね、組み際で肘とかも入れたんで、よかったですけどね。で、まあ、それで試合終わって、ああ、よかった、よかったと、これは勝ちましたね、と思ってたんですよね。でもね、まず、判定割れて、判定割れた時点でね、正直もう、あこれ、いかんですよって思ったんですけど、まあ、案の定でしたね、全員29対28で割ったんですけど、まあ2、2一1で、マクファーレンが勝利したと、マジかよっていうね。 まあ、マクハ,レンさんハワイ地元でね、俺は地元判定疑わざるを得ないというか、まだベラトールってね、結構こういうジャッジ多いんですけどね、大体いいグラップラーがなんでしょう、なかなか寝かしきれないというか、か結構基本的にグラップラーがね、攻めて、で、ストライカーはディフェンスしててで、その中でストライカーはね、ポコポコ殴ったりするみたいな、でもその中で結局勝つのはストライカーの方みたいな。 そういうことになりがちなんですけど、なりがちですけど、これはおかしいだろう、さすがに。だって、マクファーレンのそんなパンチ当たってなかったし、まあ、有効だわ、3ランド目もマクファーレンの方が多かった。それは認める。認めるけれども、別にそんなダメージにつながるようなパンチを当てれてないし、で、渡辺さんもね、組際でちょいちょい打撃入れてたし、で、コントロールしてんのも渡辺さんだし、なんなら試合作ってるのも渡辺さんじゃないかと。これでマクファーレン入りだしたらね、 マジで、グラップラーは勝てないっすよね、本当に。で、こんなこと言ったらね、多分堀内教授対コールドウェルか、あの試合引き合いにね、出されるかもしれないんですけど、あの試合、堀内教授、全然テイクダウン取られてないし、見返してもらったら分かりますけど、お尻ついた状態で、ずっとパウンドコツコツ当ててるし、背中全然つけられてないんですよね、あの試合に関しては。あの感じだったら、それは堀口教授につくだろうっていう。じゃあね、今回のこのマクファーレン、その組まれた時に、 ポポンポン殴れたかっていうと全然殴れてなかったじゃないですか割とディフェンス一辺倒の時間が多くて手札もね三ンド目でも2回ぐらい取られてるしずっとやっぱ試合作ってんのも渡辺さんだし渡辺さんだってね組んでなんか止まってるだけじゃなくて動かそうとしてたじゃないですかいやそれは評価してよって思いましたけどねまあ一貫してねベラトルこんな感じのジャッジよくしますけど しますけどでもこれはさすがになってのはねちょっと思っちゃいましたねでこれ次マクハーレンがリズ・カモーシェとタイトルマッチやるんですかね絶対勝てないだろうマクハーレンま渡辺さんがねじゃあカモーシェに勝てるかっていうとまあそれも難しいけどでもマクハーレンもっと無理だろうってね思うんでね渡辺さんにもうワンチャンスあげてほしかったなってね思いましたねでいよいよメインラフェン・オストッツバーサスパッチミックス この試合はね、まさかの結末だったな、まあお互いサウスポー同士ってこともあってか序盤から打撃の距離が結構近くてで結構ねお互い本当にタイミングの惜しいパンチの工作が続いてこれ案外 KO というか打撃でのフィニッシュあるんじゃないかなと思ったんですようんまあこれ誰にねどう証明したらいいんかわかんないですけど見ててそう思ってでその中でストッツもミックスもお互い結構蹴り散らせてて ミックスのね、左のパンチが思ってよ,りよかったっすね。うん。速いし。やっぱ打撃ね、ミックス、どん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 グランプリの中で上手くなっていっとるなと思って。てか、1回戦のね、堀内教授との試合の段階でもね、すごいうまかったんですけどね。あれ、こんな打撃上手かったんだと思って。で、その中でミックスがね、圧をかける展開、最後の方になって。で、ストッツがね、組みに行こうとしたのか、あるいは打撃のフェイントなのか、若干頭下がったんですよね。そこにミックスの左の膝か思いっきり顎に入って。 これでストッツ、失神と、ミックスの1ラウンド KO 勝ち。いやもうバケモン、ミックスバケモンやん。何これグランプリ通して、1回戦堀口教授、5ラウンドの判定勝ち。で、2回戦、マゴメド・マゴメドフ。2ラウンドでも1本勝ち。で、1ラウンド目もね、結構打撃でも優先に立って、圧倒的なドミネートの末、マゴメドフを倒したと。で、決勝、ストッツ。完勝。いや、強すぎだろ、ミックス、マジで。 結局でもグランプリ見返して一番ミックスが苦戦したのは堀口教授でしたね。まあ堀内教授はねそんなこと言われても勝たなきゃ意味ないっすよってハハ <laughs> って、まあ、言いそうっすけどまあでもね事実としてそうっすよね。やっぱベラトールでやるならね堀内教授はバンタムでもねいけるんじゃないかしらってねちょ思っちゃいましたね。 これもなんか私、勝敗予想動画でも言わなかったかななんか、なんかそんなこと言った気がするんですけど、前のベラトル295の勝敗予想動画で、ね。やっぱ強いよね、堀内教授。もちろん体格差的にめっちゃ怖いし、毎試合の緊張感、それはもうフライ級での試合の日ではないですけど、でもバンタムでもね、取れるんじゃないかなってね、ちょっと思いますもんね。まあ、実際一回取ってますからね。 で、ミックス戦をね、何回も見返してる私目線で言うとね、別に次やってもじゃあ、絶対負けるかっていうと、そんなことはないような内容でしたけどね。ないような内容そんなことないような試合ではありましたけどね。1ラウンドはね、結局、最後までバックキープされちゃいまして、まあ、あれがね、10対8つくならもうお手上げなんですけど、まだそれ以外のラウンドはね、バック疲れても、ポジション取り返してましたし、 どん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 ねそのバックから逃げる感覚が短くなっていってたんでねやっぱ強いっすよ堀内教授本当にあとミックスでけえしな打撃がね顔に届かんのよね堀内教授はね身長165ってなってますけど多分162ぐらいだしでミックス180弱ぐらいあるんですよねそりゃ届かんよな 次やるとしたら多分ローキックとかボディとかそこ中心にね組み立てたらなんかいけそうな感じもしますけどねローキックはね本当にあ試合が足引きずるぐらい効かしてたんでなんかいけんことはない気もするんですけどね、まあ、でも今日のあの膝蹴り見ちゃったらちょっと怖いっすけどでも堀内教授はね出入りがやっぱ早いんでああいう膝蹴りはね当たんないと思いますけどねあんま膝蹴りとか天下をとか合わされてる試合見た覚えないんでねうんだからねなんかいける気も するけど、まあ、でもミックス強えなっていう何はともあれミックスが強えなっていうグランプリでしたし、まあ、それでもやっぱグランプリにね出てた選手たちはみんな強いっすよね本当に試合の動き UFC のね上位陣と見比べてもあんま変わんないっすもんねぶっちゃけでこのメンツ以外の、まあ、ペティスと今回階級を落として挑戦するパトリシオもいるわけでベラドルのバンタムはね抜けて層が厚いっすよね ま正直他の階級はね UFC と比べちゃうにはあまりにも見劣りしますけど本当にねバンタムの粒揃い具合はすげえなと思ってってのをね今回見てて改めて感じましたね、まあ、今後ねベラトルがどうなるのかなんかね会社の経営官も良くなくてスコット・コーカもねそのうちなんか降ろされてしまうんじゃないかみたいなちょっと前にそんな記事を見たような気もしますけどどうなんかしらねと やっぱ UFC の盛り上がりと比べちゃうとねめちゃめちゃ差があるんで、うん、でもベラトール結構その割にはね実力ある選手がいるんでねそこどううまくね今後マネジメントしていくのかすげえ気になりますけど、ま、そんなことね加オ田が考えることではないんでね、うん、知らんぷりして見ていこうかなと思いますじゃあ終わります最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いいたします